来月行われる安倍元総理大臣の国葬にアメリカのハリス副大統領が参列する方向で調整していることが分かりました。外務省関係者によりますと、来月27日の安倍元総理の国葬にアメリカ政府からはバイデン大統領に代わりハリス副大統領が初めて日本を訪れ出席する方向で調整が進められているということです。さらにオバマ元大統領やドイツのメルケル前首相らも参列を検討しています。岸田総理は安倍元総理の遺志を継ぐ弔問外交の場として国葬の前後で要人との会談を積極的に行う方針です。